セプテントリオン有数のエージェント RS と呼んだ方がいいかい？バラの騎士か。あいにく貴様に構っている暇はござらんよ。おお、気が合うね。俺もあんたみたいな男はできるだけ避けたい。手短に言え、軽口に興味はござらん。じゃあ担当直入に言おう。道案内ついてた。メイの救出に協力してくれ。よかろう。利害さえ一致すれば君らと組むのも悪くはない。どうせなら勝ち組に回りたいものでござるしな。やれやれ、素直じゃないな。孝太郎が心配だとはっきり言ったらどうだい？孝太郎だけじゃない。あの男は月子に手を出した。納得できる理由だ。信じるに値する。せいぜいお互い信じる何かのために手を汚そうじゃないか。よかろう。街の上に浮かべやがって。この下でどんだけの人が泣いてると思ってるんだ。しかも月子とメイちゃんをその材料にするだなんて、もう許さねえ。悪党ども、俺は決めた。お前らはぶっ飛ばす。月子とメイちゃんは取り返す。悪しき夢よ、悲しみは終わる。終わらせる人がいます。終わらせようとする意志があります。人は決してお前たちに屈しない。世界はお前たちにただ貪られるだけではない。夜明けは来ます。今ここに、この場所に。悪鬼退散。この城はねじれた城と同様、記憶を蓄積しているようです。多分私たちの記憶にある敵の姿を読んで、それを再構築しているのでしょう。再生怪人ってやつかい。上等だ。一度負けた奴らで俺を止められると思うな。行くぜ。怒り、たける、戦の風が来た。魔導兵器使いの少年よ、かりそめの魂なれど、再戦を喜ばしく思うぞ。あんたは紫の帝国に仕えし戦士、アノレゴス・ダンデオ。恐怖と武魂の名のもと、ここに蘇え。急いでるんだ。そこをどけ。月子とメイちゃんが
小さな女の子が捕まってるんだぞ。か弱い少女を捕らえた圧巻の仲間か。なんとも不本意な立場だが、戦士は戦場を選べないということだ。血が騒ぐ。これはどうだ。まだ何自分の世界に浸ってやがんだよバカ野郎が。諦めたらそこで終わりだろう。自分がやりたくもないことを大人の言葉で納得してダラダラ生きるな。みっともなくても納得できる道を選べよ。でなけりゃ逃げてるだけじゃないか。精霊たちが君を愛せるわけだ。恐怖と悲しみの記憶が作り出した私に生き方を説いている。心の底から。あんたが俺やおっさんたちの記憶なら誇りや優しさだってその胸にあるんだろ。なら前に進めるはずだ。誇りは常に我が側かに。だが君に私と関わる時間はもうあるまい。その言葉を胸に刻み立場を全うしよう。故に友よ、哀れみは無用。私の屍を乗り越えて大切な人を救うがいい。緑にしてヒイラギのアノレゴス、マイル。わかったぜ。あんたをぶっ飛ばして必ず月子とメイちゃんを救い出してやる。我が力を見よ。羽に行きますよっと。ここが中枢か。コウタロウさん、危ない。何？ザサエさん。しまった。うわっ、うわー。コウタロウさん。
月子さん。自由にならないの。逃げて。光太郎さん、今の月子さんは操られています。分かってる。でも俺は月子を取り戻しに来たんだ。あいつを置いて帰れるかよ。私が本当に何でも殺せるのなら、死を殺すこともできるはず。この息は神の息。この息は神の息。
キコさん、頑張って。よかった。うまくいったんですね。私では。お願い、さよさん、殺して。私はもうダメなの。月子さん、私は無力です。この手でなせることなど何もない。ならばせめて月子さん、あなたの願いを叶えます。距離から弾くだなんて。